皆さんこんばんは。今週も始まりました森下仁太郎プレゼンツバイオレディオでございます。はい、じゃじゃん、はい、もうすぐ600回という放送を迎えそうなこのバイオレディオでございますけども、はい、その中でももう、いろんなゲストの方来ていただいておりますが、はい、本日のゲストの方はもう準レギュラーじゃないでしょうかっていうぐらい来ていただいているような気がします。はいはいはい、今日はどんな武士が炸裂するのか楽しみでございますけども それではご紹介の方お願いいたします。はい、それでは今日お越しいただいたゲストの方をご紹介します。ジャーナリストの長谷川幸寛さんと医学博士の森下隆一先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、この間ね、はい、2人で長谷川さんでした、はい、新型コロナ社にワクチンを買ってるか、はい、おかげさまで売れ行き好調でございます。みたいですね。お聞きの方まだ間に合いますんで、はい、ぜひあのアマゾン楽天市場でご購入ください。いや、それで実はこの本の第2弾があるんですよ。もう2弾目行こうと。もうこのだから今皆さんお聞きの時に本屋さんに並んでいるかいないか、うん、ギリギリ、まあアマゾンでは予約が多分始まってるんじゃないですかね。対談形式でまた話される、はい、またもう2人で話して、うん、これね、直すのが大変なのよ。はい、コロナの情報ってものすごくアップデートが早いから、ね、そうですよね。全然喋ってる時点と内容が違ったりしてるから、うんうんうん、でまあ私も、まあ、日本と世界中国でなら眺めて、はい、どん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 アイデアがひらめていくと、それをどんどんまた足していくっていう。どんどんね、長谷川さん中国の悪口言うから。いや僕は一切言ってませんから。いやでもね、この間ほら香港ね、もういい田舎さん。あ、いいですよ。香港で国家安全維持法制定したでしょ。あれ以来からね、ちょっと怖いね、さすがに。うん、いや本当だってあれでしょ。海外で外国人の人が批判したやつでも香港とか入ったら捕まっちゃうでしょ。そう。いやだからもう、うん、私とか森下先生なんかもう絶対入れないね。そうですよね。長谷川さん入った途端にもう逮捕ですよ、ね。いやもう入った途端にもう飛行機の中にもう警官が入ってくるんじゃないですか。ねえ、それぐらいの話ですよ。いや本当危ないよね。うん、いやいやだからね、よく中国親しい人はね、はい、私それ言うと、私はもう中国香港入れませんからって言ったら、大丈夫ですよ、一緒に行けば大丈夫ですよ、行きましょう行きましょうなんて言うんだけど、うん、もう怖くて。そうですよね。一人だけ急にいなくなって。怖くて、うん、もうアウトですよ。まあ、僕はでも一回ハニートラップが来た後に引っ張られると思うんだけど。まあいやまあそれだけじゃなくてね、はい、実はこのワクチンの話なんだけど、はい、実はまあちょうどこの1ヶ月ぐらい前に中国人民解放軍がワクチンを治験なしに、はい、治験なしにいきなり兵隊さんに打ち始めたのよ、はい、まあ、はっきりは人体実験だ、うんうんうん、まあ、でもうまくいったら無敵の軍隊になっちゃうでしょ、はいはい、他の軍隊までできたんだけど、はい、ところがそのワクチンはさ、はい、自力で開発したのかっていう話があって、ほうほう、実はアメリカにサイバー攻撃してワクチン情報を盗んだんじゃないかっていうことも言われてるんですよ。言われてるんですよ。だからアメリカ、トランプ政権は相当今実は警戒してて、はい、だって今一番何が必要かって言ったら、ね、ミサイルの情報もさることながら、はい、ワクチンですよ、うん、ワクチン、これさえ手に入れたらもう無敵になっちゃうから。そうですよね、うん、これ治験なしで、そんな打つっていうことは、まあ、中国以外じゃ考えられない、まあまあ、正式に言うとね、治験で、まあ、第2層分が数百人までやってるんですよ。あ、人数のあれであるんですね、うん、で本来はそこで、まあ、さもう少しね1万人ぐらいの規模でやって、はい、まあ、承認という過程を受けて本当は接種するんだけど、そうですね、もうその人民解放軍に限って承認をしますと、うん、使っていいですよというので、うん、人民解放軍に、まあ、打ち出したっけ。はい、でこれ人民解放軍のどの部隊に撃ってるか分からないけど、うんうん、でこのどの部隊に撃ってるか分かるとめちゃめちゃ怖いなと思って、それが軍海軍なのかね、はい、あるいは陸軍なのかね、はい、しかもそのいろんな軍管区があるからね、はい、中国って、はい、だそこのどこに撃ってるかを見るとどこに行きたいかがすぐ分かっちゃう、うん、でまあもともとね、はい、要するにこのその中国のワクチンはあの、まあ、民間というか研究所、はい、とタイアップしてるんですけど、人民解放軍の研究所なんですよ。うん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 、人民解放軍の研究所と民間という名の研究所とが合同で開発してるって言われるから、はい、まあ、はっきり言えば最初からこれは軍事物資なんですよ。はあ、その辺の認識がやっぱり日本はまだまだ甘いというか、うんうん、あ、もっと言えば、まあ、中国自身も言ってるんですけど、ワクチンは国際公共財、はい、つまり国際的に大事な公共的な財ですよね、うん、と、だから開発して成功した国は、うん、どの国もみんな平等に分け与えましょうねみたいな、はい、特にアフリカとか南米とか、うん、なんて言ってるけど、そんなわけがなく、うん、それはもともとこれをあげるからお前俺の子分になるよなという話なんですよ、本質は。わ、
これもでも実際でもそれで副作用も何も分からない状態で一応売ってるわけですか、うん、今のところ、うん、そうですね、副作用結構あるよ、中国で売ってるワクチンは。ですよね、その本にも書かれてましたけど、アデノウイルスっていう風邪のウイルスに用意してるんで、まあ熱もすごいし換気の障害とかも出る可能性があって、うん、だから1回打ったら打てないとか、打てない、そうそうそう、だからでも逆に言うと1回打つと1回は戦争できるから、うん、っていうかね、そんなのへのかっぱなのよ、兵隊が1人や2人副作用で死んだところで関係ないのよ、うん、中国共産党から見たらすごいな、うん、でも実際そのあれなんですか、例えばまあまあ香港もそうですけども、まあ、台湾の問題も中国あり、うん、あるじゃないですか、うん、それどこをにこの中国はまず行って、うんうん、どこをまあキープして展開していくのか、まあ、今お話の通り の、 その台湾、はい、これがねやっぱり相当やばくなったかなと思いますね、うん、というのはね、まず香港のことはもう皆さんご存知の通り、はい、もう香港は完全にもう落としたわけでしょ、はい、落とした、それから東シナ海は尖閣の周辺にもう毎日船が来てるでしょ、うん、これが一つでしょ、で南シナ海もあの南策と、政策って言って勝手にここは俺たちの区域だからねって設定したでしょ、はい、それからねヒマラヤ山脈ですよ、うん、インドとぶつかっちゃって、ね、インドとぶつかってもう何十人も死んでるわけでしょ、うん、つまりさ、香港はもちろんだけど他の中国周辺地域ではものすごく今暴力的になってるわけ、うん、これは全部終始一貫した話だと、はい、それぞれ偶然に起きてるわけじゃないと見た方がよくて、うんうん、そうだとするとじゃあ次に狙うターゲットってなんだよと考えると、うん、これはまあやっぱり何と言ったって台湾じゃないかと、うん、だからねきっかけがね多いんですよね、うん、香港がその今回ね落ちたことで、はい、多分香港市民が、うん、ある程度こう移動の自由になると出てくる、うん、資金持ってね、うんうん、でお金も持って出せるお金はだいぶシンガポール移ってるんだけど、うん、本人がいかないと移らないから残ってるんだけど、でこれが多分動き出すわけですよ人が、うん、でしかもイギリスが国籍を上げるって言い出したから、うん、で台湾も実は上げるって言ってた、うんうん、でもこれは逆に言うと中国にとってはその敵対的な行為に当たる可能性があって、うん、それを本当にやりだしたら中国がきっかけを作っちゃうわけ、うん、要するに文句を言う、うんうんうん、イチャモンつけたんだからね、うん、でそこが危ないちゃうかな、しかもトランプさんも中国との小競り合いは必ずしもね嫌がってないかもしれないって怖さがあるじゃん、うん、選挙があるから、はい、で習近平さんもイケイケだし、うん、でと長谷川さんが僕に言ってたのに、うん、そうか、でもいやこれちょっとでも中国の動き怖いし、今、まあ、本にも書かれてましたけど、まあ、アメリカの戦艦がやたらとコロナにやられてしまって、うん、海の状況が今も中国が我が物顔で動いているというところがあるから、まあ、島国日本としては余計怖いですよね。そうだから尖閣、日本にとってはやっぱり尖閣ですよね、うん、だからこれをどうするかっていう話をすると、うん、この間ねあのほらイージス・アショアっていう地上配備型のミサイル、うんはいはい、これの配備をやめた、はい、秋田県と山口に、うんはい配備するはずだったらもうやめたでしょ、はい、そしたら自民党何の議論を始めたかって言ったら敵基地攻撃能力を保有すべきだって議論したのね、はい、で私敵基地攻撃能力保有自体には全然文句はないんだけど、はい、しかしこういうタイミングでこういう議論をするっていうのははっきりと私に言わせるともうピンボケだと、うん、一体何考えてんのと そんな話じゃなくて、はい、足元でもう尖閣が奪われかかってんじゃんと、うん、ねその時に10年先20年先に攻撃能力持つ例えば空母持つとかね、うんはい、そんな話をしているところではなく、うん、まず目先の尖閣どうすべきだと、うん、ここの議論が大事でしょと、まあ、私は思っていて、うん、じゃどう具体的にどうするかって言ったら私はもう政府職員をね、うん、尖閣に派遣しろと、うん、と言ってるわけですよ、うん、尖閣の議論もちろんあるんだけど、うん、もう一個はね集団自衛権の話をもう一回しないとまずいと思う。あ台湾防衛、日本が出れるかどうか、そうね、あこれはね、本当にあり得ると思う、あり得る、ね、あそうですか、うん、だから台湾 の空軍、あるいは海軍と中国がぶつかるときに、うんまあ、米軍はこれ支援するみたいな、はい、でその時に日本は支援できるのかどうかね、うん、そうですよね、うんまあ、多分その安保上はできるけど、すると中国、そこで本当に正面でやっちゃうから、うん、でも、米軍は多分絶対支援しろと言ってくるわけだからね、うんうん、どこまでやれるかっていう議論しとかないと、うん、これ結構本当にあり得ると、あり得るね、偶発的事故あり得る、うん、かつてねあのベトナム戦争の時には、うん、アメリカの沖縄の基地からアメリカの戦闘機が飛び立ったわけですよ、はい、
でそんなことみんな分かってんだけど、政府は何て言ったかって言ってベトナムに飛び立つのを認めたっていうと、日本が集団的自衛権行使したっていう話になりかねないと、うん、と言ってその時の言い訳はあれはよく知りませんと、でも飛んでから、うん、もう空中に舞い上がってから戦闘機のパイロットがお前はベトナムに行けって指示されたんだ、なるほど、だからそれは日本国政府は承知してませんって答弁したわけ、飛んだ後のことは知りません何をバカなまあ今度それ通じる、通じる、今度は通じない、ね、今度はそんなバカな話はいくらなんでも通じない、いやだからもうどこまでやるのか、それこそその安倍さんが、ねうん、憲法のその話をもう一回やって、うん、っていうことになってくるわけですもんね、うん、絶対にこれそこまで言ってんかいときね、宮城さんが言ったんだけど、うんはい、尖閣の位置はどっかというと台湾なんだよね、うん、あの実際上は、うんうん、だから台湾有事があると実は尖閣っていうのは、うんまあ、一番北側の抑えの場所だから、うんまあ、中国からすると抑えたい場所なんだよね、まあ、事実上ね台湾の沖合だからね、そうそう、だから逆に言うとアメリカから行くとあそこはやっぱりその自己防衛圏内入ってないと、うん、沖縄からのルートが遮断されちゃうから、うんうんすごい重要拠点、うん、そうそうこれは宮城さんが言ったね絶対自分の意見ですまあただね、まあ、集団的自衛権のことでもう一言言っておくと 日米安保条約って何のためにあるかっていうそもそも話なんですけどね、うん、これ要するに日本を守るためだっていうふうに思われがちなんですが、はい、本当は違う、本当はちゃんと条文に何て書いてある、極東の平和と安全を守るためって書いてある、うん、極東ってどこだよと、うん、ここが一番のミソなんだけど、うん極東っていうのはもちろん日本と朝鮮半島とフィリピンと台湾、うん、この辺りは極東なんです、うん、だから実は安保条約っていうのはもう初めから、うん、そもそもの初めからあの集団的自衛権を前提に成り立ってるんですよ、うん、でもそういう議論はしないわけ、うん、この話はもうねあのみんな常識なんですよ、うん、外務省の人間にしてみたら常識なんだけどそういう話はしない、まあ、その話もだから今度ねこの中国が本当に脅威となるともういっぺんここにも蓋が開くっていう、そうです、この本にも書かれてましたけど、まあまあアメリカが中国に対してまあコロナのことで賠償の請求をするしないっていうところもめちゃくちゃ大きくかかってくるし、中国がそれでなんで払わなあかんねん俺らちゃうしって、もう本当昨日か一昨日ぐらいですよね、なんか言いましたよね、中国が、うちじゃないですからって、うんうん、あの発生源はっていうのを正式にコメントを書類みたいなの出して言ってるはるから、うんうん、果たしてそれでさ、うん、アメリカ対中国 の, そのコロナに対する賠償をどうするのかっていうのって どうなりそうなんですか、現時点で今、まあもう訴訟はすでに起きてますから、はいはいはい、あ払えっていう話なんだけど、はい、じゃあおめおめ、はい、中国習近平が何十兆円も払うかと、払うわけがないでしょ、そうですよね、わけがないでしょ、だそうすると、まあ、でも政治的には不安定になって、はい、お前ねとお前やりすぎたからこういうふうに怒らせちゃったじゃんかと、はいはい、もっと爪はずっとずっと隠しておけばいいものをギラギラしたもんだからアメリカにもバレちゃったじゃないかと、はい、俺たちの野望がと、はい、という局面なんですよ今、あ国内的に言うとね、うんうんうん、だから習近平の足元も揺らいでる、はあ、というふうに、ね、あの李克強首相がね、はい、今何も言わなかったんだけど、はい、今回はその目標経済発展の目標も出さなかったし、うん、中国に6億人貧乏人がいるって言っちゃう、はい、そうそう、はあ、月収1000元日本円にすると1万5000円ぐらいですけど、うん、もうの人が6億人いると、だからざっくり中国13、14億人とすれば半分弱くらい、うんうんうん、は実は貧困層だったと、うん、これはね秘密だった、あこれは言っちゃいけない話の、はい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 、本当はでもそれをついに言ってしまった、全人代と中国の国会で言ったからね、うんうん、でそんなの絶対ね、うん、中国のあれから言うという話じゃないわけだから、何かがやっぱあるんちゃうのというのを長谷川さんが言ってた中国は今は外向きにもあれですけど内側でも今もう完全にやばい状態になってきているということですもんね、ちょっとまだお時間来てしまったので、うん、来週はさらにもうちょっとお話を伺おうと思うんですけど、来週もちょっと、はい、来ていただいてよろしいですか、はいはいはい、すいませんということで来週も、お二人来ていただいていろいろお話をしたいと思います。今週はこの辺でございます。長谷川さんありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。